やばい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 。いや僕なんだよ、やばいの。あれ、あ、組様もなさなくていいです。組様もなさなくていいです。ダメダメダメ。場所覚えたんで。霊界が終わってない。霊界は多分終わってると思う。終わってない終わってない。全然終わってない。一番終わってない。頑張ろう。もっともっと早く動ける。もっと早く動けるだろう。走れ。永遠にインポスターを引けません。よろしくお願いします。インポスター邸クルーフクです。今日はですね、ちょっとしたリフト小話。リフトで右、あ、ちょっとミュート解除します。ムーン乗ってまた戻ってきてますか、あれは。え、はいはい、すいません、何ですか。いや、ヌーンに乗ってまた戻ってヌーンの位置が左にあるのかな。あ、そうですね、左にあります。投票しました。わかりました。なんで戻したんですか、クセさん。投票しました。戻すでしょ。意味のない行動なんで投票しました。投票しました。え、なるほど。今でドンさん、この世界には意味のないものなんてたくさんありますよ。意味のないものなんてローラーでいいってことですかね。人気代の無駄遣い。意味のないものなんてないって主張した方がいいんじゃないですか。それだとプテアスさんが意味のないことをしたってことになりますよ。はい。いや待って、ほんとやった、ほんとやった。意味ないことあるもんね。こういう時にこうね、別の人に投票する人が一番悪い。これ、え、僕です。僕がセンターに入れた。なんこんなんで釣られたらたまんねえよな。もうグレよ、グレよ。もう僕は真面目にやってるのにさ、そうやってなわけわからんねえ。こんなんで釣られたらもうたまらない、たまらんよ。わしはテイデンを直して優しいしさ、テイデンを直す姿も優しい、美しいし。あら、あら、え、魚さんめっちゃ直近で見ましたけど、場所はだと思いますけどね。あれ、あ、先端のセルフレポートないの夏目が証明できます。え、どこどこどこ、場所は、場所はキッチンの左、上ドア出てちょっと下、武器庫からドア入ってちょっと下ぐらいのキッチンの中で、展望デッキで3人で、ガキさんと僕と夏目先生が直してて、うん、カキさんは僕の前にいたんで、無理です。理由はそこを通ってからカキさんを、配電盤の前で見てるので、カキさん 100% 無理。その後、夏目先生合流、ドニキさん。ただ、ドニキさん、夏目先生が犯人の場合、ドニキさんが目撃してるはずなので、ないし、まぁ、直近で見てたんだったら特にないですね。夏目視点だと、カキ夏目先端で、展望デッキの手で直してます。うん、で、先端夏目がキッチンの方に行って、柿さんは置いていきました、うん。で、展望デッキから出るタイミングでゾニキさんとすれ違い、うんうん、先端が死体発見のレポート、先端のキルモーション見えていないので、ゾニキさんでほぼ確定だと思います。うん、はい、うん。弁明は3人から言われてんってこと。じゃあ、他の、あ、やべえ。洗ってください。東野エリジュセキュリティでカメラ見てます。で、砂ザメさんがミーティングルームにいるのを見てます。はい、ごめんなさい。俺はその下、カメラの下のテープやってました。ごめんなさい。東野さん、ミーティングやってます。でも、東野さんがその辺にいるのは大体確認、合ってます。カメラ貨物分けで電気室でロングタスクやってました。電気室。プテハシは、昇降機上の右側で停電を直したんだけど、うん、もう一人直してる人がいたかなという感じだった。わ、まあ、かる。俺。あ、ほんと？僕、一番左側を上に上げたのは僕です。そう、そしたら、なんか戻されて、すごいイライラした。どことどことどこが、どことどこが。右から2番目と一番左だったと思うよ。ねえ。あ、まあ、途中から見たのか。やばいやばい。多分次。OK。3人のうちか、浮き市の作屋さんしかいないかなと思っているかな。まあ、夏目先生と先端さんか、昨夜さんって感じかな、私視点。なるほど。ゾニクさん視点否定できるはずだから大丈夫ですね。まあいいんじゃないですか。多分落ちてるっしょ。こういうねことになって、まあでも多分攻めた結果なんだと思うよ。たくさん人がいて、それでも起動する、それでも起動することによって通ればめっちゃ強いから。まあサンローラとかもいけるし。
これね、10人を9人、8人に減らすことっていうのがね、その分その死体発見とかボタンとかこう村の行動を抑制できるから、体感だけど6人から1枚、6人1浪盤面で5人殺す、まあ釣りも含めて5人殺すのと、10人2浪盤面で単独で3人殺す、まあ自分釣られて単独で3人殺すっていうその行動って、多分ね同じぐらいの貢献度だと思うな。10人1浪で10人2浪のうち1浪がまあ怪しまれつつも3人殺す、減らしてるからね、発見率とかを減れば頭数がね。デビンホールの一番右ですかね。あ、そうですそうです。先生とすれ違いました。メインホールでの一番左ですれ違って、そのまま、ミーティングの落としたと思うんですけど、うん、はしごので、うん、ミーティングタスクしてる間になりました。だから最終模型かな、多分そっから多分夏目先生メイン、メインの右に行ってるんだ。12秒前、15秒前ぐらいかな。うんうんうん、砂ザメ浮いてるんで先言うと、エンジン、武器庫、キッチン、セキュリティ、電気室でなりました。その間誰ともすれ違わなかったです。セキュリティ、なるほど。俺とプテアシさんほぼ一緒にいたんで、柿さんは無理だと言えます。はい、ソニキさんで落ちているのであれば、うん、もう隠しろです。そうですね、万能アリバイない人は。プテアシさんと柿さんを貨物で見ました。僕はアーカイブ分けてタスクやって、シャワー、アーカイブ、ラウンジ、貨物で終了です。うん、アーカイブにいる昨夜さんは東野が見てますね、停電明けに。え、でもアーカイブ行ったのか、柿さん。まあ、はい、アーカイブは全然ね、できる位置だよね、メインだったら。うん、あ、トイレそもそもレポートなんで。で、まあ、酒屋さんが右側でプテアシさんとか見てるなら、よっぽど厳しいかなって思ってます。そう、なんか酒屋さんの白は一人いるのかなと思って、どっちかなと思って。シャワーにいるのは確認してるんですけど、メインに一緒にキルして帰ってくるとかできるのかなって思ったので。まあ、どう打ったら、無理じゃな、ゼロじゃないと思います。うん。自分でもないですけど。うん、白出しまでは行けなくと思って、はい、トイレさんはセルフ、キル速レポ以外はないです。はい。エリチさんは最終どこですか？あ、僕は、どこまで行ったっけな、最後俺。シャワーやった後、ラウンジだ、ラウンジ。昨夜さんが右行ったのかなと思って、なんか追っかけてました。あれ、昨夜さんですね、LAG さんって白出しできるんでしたっけ？ LAG さん見れてないので分かんない。最後確認したのが柿さんとプテさんだけです。うん、白出しはできないと思います。いや僕もその、タオルに最後まで残したのが僕なので、停電直しに行ってる間に殺してもらってくるは多分、トヤサメ線もあると思ってます。トヤさんの発見ルートって どっちからでしたっけ？アーカイブからシャワー降りてメインに移動してっていうルート。この間にすれ違った人は、まあ、その間じゃないですけど、直近でエレジーさん、サクヤさんとシャワー室アーカイブ付近で何回か会ってます。うんうん、はいはい、うん、会ってます。まあゾニキさんで落ちてんだろうね。だからカキさんは白でいいかな。電気室のタスク、もうなんか初日に疑われてさ、僕そのなんだろう、クルーに恨みがあるじゃん、まあらぬ疑いで。もう電気室タスクやらないっていうのどう？もうタスク勝ちを捨てる、タスク勝ちという勝ち筋を捨ててしまう。停電の時に電気室にこもるのは悪手って一番言われてるから逃げます。こういう時はね、こういう時はな、もう、まあ、でもここも握手。やはり柿さんは死んだか。死体がありました。はい。めっちゃ大移動してて、プテハシさんと貨物はいたんですけど、近くにタスク全然なくて、まあ、タスク1つやってた。どこで死体ですか？ごめんなさい、聞けなかった。武器庫です。あ、武器庫、はいはい。その辺に死体があるのは間違いなくて、今僕が、メインからエンジン側に向かって東さんと並走してて、僕は、上のダウンロード、宿舎前側のダウンロードしに行ってて、東さんが左に行ったので、その辺なのは合ってると思います。さっきめっちゃエレジさんいました、近く。いや俺ドア開けの時に見てましたよ、停電のドア。なるほど。展望デッキまで入って直すとこ、直すまで行ってないです。なので全然グレーです、自身で。あ、さくやさんは展望、はい、自視点で砂ザメさんの白出せて、はいはい、エレクトリカルでタスクを一緒にしてたから、で僕はまあ砂爪さんを怖くて逃げたんだけど、まあ、10秒前は絶対無理だと思う。はい、なんで、プテアシさんから白出していただける気がして。エレジさんどこ行ったんですか、セキュリティから。
あ、僕はその後、エレキ通ってメイン上がって左で、その時に戸谷さんと合流で、その後上です。一応トヤは見てないです。はい、いや、プテラシさん、シロってか、もう昨日の時点で、さっき言ってたのは、容疑者、トヤ、サクヤ、エレジの3人だと思ってます、もう。ああ、そっかそっか。あ、もうじゃあ、確定一応センターさんは初手、夏目先生と一緒にゾニキさんを釣ってるので。シロ取れてるので、はい、センターさんまで。キッテルはなしでいいってことですね。その身内切りはなしでいい。うん、まあ、身内切りは薄い可能性としてあるぐらいかな。まあ、2ぐらいですかね。よかです。まあ、でも今回、ちょっと時間的に多分センターさんの場合ギリギリだと思うんですけど、一応ルート聞いてもいいですか、センターさん、席の後。僕、席の後、アップロードで終わりです。ああ、了解です。席の下のアップロードですよね、じゃあ。はい。酒屋さんのルートもう一回聞いていいですか。僕、エンジン、コックピットち、なんかあの、運動のやつやって、はいはいはい、キッチン、展望で終わりです。うんうん。武器をどこに置いてるか、別にギリギリっていうけど3人ぐらいから見られてたんだったら、まあ、全然あるけどな、関係ないんじゃないですか。そうそう、まあプテさん、砂ザメさん、センターさんも弾いてます。僕もタスク終わりました。はい、タスクは全然終わってないです。センターさんも頑張ります。アーカイブでなんかで湧いちゃったりして、ここから届くというこの欠陥仕様。さあ、ここからの、もうエレクトリカルやだ。もうもう僕ね、数字3つ以上覚えられないんだよね。はい、7ね。はい、7から、はい、3ね。37ね。3742番74、5は、5はどこよ。あ、6はどこよ。あ、ここは6か。あ、じゃあ5で、ってことは6がここに来てて、で最後に7がある。なんと、先端さんの死体が、昇降機の左側、はしご降りたらすぐのところにありました。僕がですね、停電中に金庫、ミーティングに上がってタスクで、ボタンを押せなかった、もなかったわ って降りたらあったので、停電中のキルなら間違いないです。なるほど。トーヤ今回完全に浮いてます。はい、さっきはグレーがエレ、トーヤ、エレジー、サクヤ、エレジー、トーヤ、サクヤの3択にもなってる。ナザメさん参りましたね。これはタスクで行きました。さん、誰かとすれ違った。ちなみに僕はね、誰、エレキのパチパチしかやってなくて。やべえ、砂ザメも誰ともすれ違ってね、完全に。これ多分5人タスクがせできないですか。いや、スクは、トヤとカットです。僕、頑張ればいけそう。配信と展望なので、5人盤面だったらいける、タスク。うん、俺もね、1分半以内にはさすがに終わると思います、サボタージュ無視すれば。じゃあ、停電は直さないでタスクだ。タスクで直さないかなとは、じゃあ思います。あら、まあでも停電もあの近かったら直すぐらいでいいような気はしますけど。でも直すと楽しみされちゃうから直さなくていい。でもさ、まあなんかさ、議論的にはなんかゾニキさんが昨夜さんとのロラか先端トーヤって言ってたし、まあまあ、その先端夏目じゃないですか。あ、じゃあそうか、先端夏目が二郎の説を多分出してたんですよね、ゾニキさん。二郎か、まあもう単釣りなら昨夜さんまでって言ってたから。なんか東屋さんがもう切る人即レポ、切る人即レポな気がしてきて、ちょっと何回やってる気は確かにしなくないですけど。だからまあなんか議論で考えるならね、単純なライン切りとか別に追わずないんだったら昨夜さんってちょっと白いですよね。ありがとうございます。まあでもね、タスクでいいかも。これもう本当に印象なんですけど、ちょっと東屋さんを黒目に見ちゃってるっていう。確かにあの一郎だと黒です。じゃあエレジーさん、まあ、僕はエレジーさんが黒だと思うから。あ、そうか、やべえ、最終的に。でも一応僕釣られても多分タスクその方が早く終わるんで、全然これであれしましょう。これであのやだな、キルされたくねえな。砂ザメさんはトウヤね。じゃ あ僕はエレジーさんで、どっちが正解か高めにかけておいてくださいね。僕はトウヤなんで。2万。お、え、待って、これ、待って、これ、終わんなくね、これ。ちょっと待って。やべ、何も考えてない、赤目出ちゃった。これ、終わんないよ、これ。やばい。これ、終わんなくね。あ、ちょっと待って。あ、これ、終わんなくね。ちょっと待って。コミサボはきつい。コミサボはきつい。ちょっと待って、コミサボきつい。コミサボきついよ。ごめんなさい。ちょっと待って、これ、終わんない。ちょっと待って。あ、待って、手待ってる、手待ってる。ちょっと待って。コミサボ？コミサボ？
いや、お前かーい。しかもお前かーい。はい、助かりました。はい、やべえ、あといくつだったか忘れちゃったな。これ多分まだあるので神様直したいです。あと理解の人あったら困るんで。で、メインホールとエンジンルームの扉のところに挟まって死んでました。死体はメインホール側です。メインホール側、はい、セキュリティでカメラ見るとこでしたけど直らないので見れませんでした。え、セキュリティどっから来ました咲夜さん。え、うすメインホールからですよ。メインホール電気。ちなみに今もうお三方とも単独行動な感じですか。あ、単独でした。僕は完全に配線とあとアップロードしてて、であのこれあとあと60秒でしょう。60秒でタスク終わったな。神様直してかつ60秒以内場所によります。神様直してくれないとミーティングに終わりです。ごめんなさい、ちょっと待ってカメラみたいので。さきやさんも終わったってことですよね。終わってます、はい、でむしろ直してほしいんですけど、カメラ見るっていうので、私がじゃあどうしようかな。なざみさんどうされますか。てか、さきやさんとエレジーさんで本名直しに行っていいですか。そのためミーティングルームで待機してます。はい、でボタンを押します。コメの後瞬間でクールダウン一回します。 あるのか。ありがとうございます。今回ほぼ死体発見なんでボタン結構余ってるんですよね。あ、すみません、直ってから1秒ぐらい待ってもらっていいですか。タスクの場所確認したいんで。はい、了解です。はい、じゃあ通信室に砂溜め以外直しに行ってください。はい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 、なんで3人一緒に直しに行って、私はもう全て無視してミーティングルームで待機してます。はい、で1回キルクール稼ぎます。はい、お願いします。スキップしてます。じゃあよろしくお願いします。頑張ります。いやあとタスク60秒以内で終わるといいな。霊界で叩かれる、やばい、霊界で叩かれる。やばい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 っす。ごめんなさい、タスクがやばい、マジで僕え、いや僕なんだよやばいの。しかもコミサボで全然わかんない場所が、あ、終わった、あ、まずアップロード覚えて覚えて、今覚えて、あ、アップロード電気ミーティング金庫ね。 めっちゃあるじゃん。あ、ごめん、夏目も終わってなかった。ええ、マジすまん、早いよ。ありがとうございます。あ、タスクの位置確認できました。はい、まあまあ一回タスクどうですか皆さん、60秒でいけます。60秒あればいけます。なん、昇降機の場所次第、おラウンジとミーティングラウンジとミーティング。竹谷さんは終わってるんでしたっけ。終わってます。お、なるほど。私もまあ60秒あればなんとかいけっかなぐらいな感じですね。60秒あればいける。アップロード電気ミーティング金庫、アップロード電気ミーティング金庫、アップロード電気ミーティング金庫。ロング出すかな、いいと。あれ、クルメツの方にちょっと願いがあるんですけど、じゃあタスク終わったらちょっと隠れててもらってもいいですかね。60秒結構聞き悪いと思うので、なんで隠れたら、カメラ見るとかじゃなくて隠れててもらって。わかりました、ちょっと影になってきます。インポスターと隠れもしてお願いします。気悪いので 鬼ごっこしますか。じゃあちょっとですね、ちょっとあれ結構気悪いんですよ僕。ちょっと60秒で、60秒か、脇位置にもよる。だから下しかなかったりしたらちょっと怪しいので、メインとかしかなかった。はい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 、いやー緊張すんなこれ。ちょっとなぞみさんの昇降機どっちあったかって確認してますか。ちょっと結構、ああごめんなさい、確認してなかったですね。いやー申し訳ない、ちょ頑張ります。もう助け鍛えてるんで頑張ります。はいはい、ズルは無理ですもんねこの状況多分ね。頑張りましょう。ズルは無理で、かまあちょっと、ガチガチのこと言ってしまうと、はい、私以外ミーティングに待機して私が妨害直すっていう。あ、でもそこまでしなくていいかな。タスクが終わってない人がいるので僕はミーティングで、はい、助けやりましょう。助けやりましょう。停電の時だけ直さないでもらってもいいですか。ドア閉めされるの嫌なので。あ、だから小見様も直さなくていいです。小見様も直さなくていいです。ダメダメダメ、場所覚えたんで。小見様は直さなくていいです。小見様も霊界が終わってれば、霊界が終わってない、霊界は多分終わってると思う。終わってない終わってない、全然終わってない。一番終わってない、頑張ろう。一番終わってないと霊界は。ダメなんだ、直さないと。一番直してほしいんだ。
タボタジムしません、ね。アプロ全機ミーティングにアプロ全機ミーティングアプロ全機ミーティングキングね。あまずアプロド。あ来た。頑張れ頑張れ。頑張れ。先当てて霊界が終わんなくて負けは面白いな。電気どこだよ電気どこだ。あだだだだ。7だ。頑張れ。ミーティングミーティング。キング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 。もっともっと早く動ける。もっと早く動けるだろう。走れ。うわ。走れプテ頑張れ頑張れ、ね、なんで幽霊が頑張ってる。走れプテラあとちょっとだ。もっと早く急げ急げやん、あれどこだ、あここ配線どうだ配線だよ配線だ頑張れ、あとここ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 神回避、あーわー僕の早かったよかった神回避してる、おんあーおおおん砂ザメさんが死んでるのかな、おおあーそういうこと、あナイス。はい。はい。ミーティングのめちゃくちゃ音が聞こえたと思うんですけど。ああ、そうですね。砂上さん、タスクあとどんだけですか？当夜終わりました。あ、もういいですよ、タスクで。はい。了解です。OK です。はい。いやー、ちょっと緊張する。絶対これもう真っ暗。一番私じゃん。30秒。いや、絶対これでいいはず。はい。30秒で、はい。はい、30秒で。お願いします。あの本当にタスク終わるのこれ、なんかすげえ不安になってきた。絶対これラスト1個のはず。終わんなかったらごめんなさい。ちょっと最後の1個だったはず。込み前に見たはず。はい。ラストタスクお願いします。やべえ、ちょっと絶対ラストタスクだったはず。いや、これは終わる。頼む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 。終わってる？終わってるの？霊界。僕終わってる？え、これさ、通信妨害だったら終わってるかどうかって分かんないの？分からないな。あー、どうしよう！じゃあ、やばいかも！頼む、直して、一回直してくれ！あ、助けました。あ、よかったー！よかったー！ナイス、助け！マジでよかったー！最後、タクヤさん、うますぎでしょ。タクヤさんか、テハヤさんと私、両方とも外れた。タクヤさん、マジでキルうまい！こっちうまい！キル対象が、カクシロのプテさんとガキさん。いや、そう、うま。で、結局、スナザメさんを残されて、なので、で、なおかつバレないように、セルフレポートして。素晴らしかった。最速でね、相方釣られてるのに、この場面まで持っていくのすごすぎる。8人一郎でしたもんね、今回。確かに確かに。強かった。ただ、後ろの私と。キルしてくれて、本当にタスクができたから、僕、視点は助かりました。僕、めちゃくちゃあったから。いやでも泣きながらやってたよくて、うん、最後しかもコミサボで場所わかんなくて7個ぐらいびっくりマークついてたからちょっと不安で、いやこの貨物室に1あったっていうのが急だったらどうしようって最後思いながらすげえドキドキ しかもね、昨夜さんじゃなくて僕はエレジさん疑って、うん、自分は戸谷さん疑ったんで、うん、違う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 、エレジさんの提案がすごく良かったですね、本当に。砂溜さんの打ち合わせとボタン押しの打ち合わせと、それがめちゃエレジさんの隠れてください作戦が。うん、ありがたかった。いや、でも、あれが最後貨物が給油だったら多分負けたかもしれないっていう。給油した後にエンジンルームまで行かなくちゃいけなかったんで。あ、そっか。これ、脇あれだったんですよね。脇が俺のだけど、アーカイブと宿舎前ってどっちも近い方があったんで、もうじゃあ、アーカイブから行って宿舎前行って、あとはしごで。で、はしごでも3人いるの確認したんで、死んでも大丈夫だなと思って、はしごで、殺されにくいように動いてたら、ちょうど真っ暗でした。キル追走して2、3秒遅れちゃったので。素晴らしかった。あ、でも、さくやさん、素晴らしかったです。素晴らしい。今日なんかインポスターすごい強いかな、強いなと。うん。割と半分ぐらい勝ってた感じもした。しかも5人盤面で、ゼロキル。そう。なんか5人盤面でみんな単独行動っていうのがすごかったなと思って。確かに。できるほど、さすがに余裕がなかったんですよね。全くアリバイがしないみんなにっていう。今回結構初手。あれ、アドミンとかで確認してキルしてるんですか、昨夜さん。すれ違いし、キルした相手を探しても打たれてました。時間ない。すげえ。結構じゃあ、選んでたんだ。いい感じに見つかってって感じなんですね。そうですね。
絶対ちょっと。ちなみに毎回東映さんが見っきるから毎回疑われなんかしてる人が来なきゃいけないから。毎回見つかるためにみんな何してましたかってみんな単独行動してましたとか話が全く進まねえっていう毎回。この人隠してるからなかなか出せない。誰だ誰だ。エリーさん最後ちなみにはしご連打してましたあれ。あいやしてない連打はしてないです。どっちかなと思いつつずれるタイミングなんか降り。トヤさんからズミさんが、酒屋さんが降りてくるタイミングで上がろうってやったら、なんか上がり始めた瞬間に真ん中で鬼くんになりました。なるほど。う